はい、おはようございます。本日もよろしくお願いします。今日なんですけど、体温、体温が今年もかなり好調でして、特に勢いがあるのがマフラーでして、うちの、まあ、トップ3っていう感じで、ずば抜けて売れてる3型ありますんで、今回はちょっとその3型をご紹介したいと思います。はい、まずはこちらです。太陽のベーシックダウンマフラーになります。まあ、とにかくまずはもうこの太陽といえばこれかなっていう感じのマフラーになるんですけど、毎年まあきっちり完売してしまいますね。表面が、ナイロンで、内側がこの肌触りのいいフリースになっているタイプで、片方が筒状になっていて、そこに通すという形になってます。かなりコンパクトになるので、カバンの中でも簡単に直せます。そして、カラーも豊富なので、非常にこのタイプはやっぱり今季もおすすめですね。はい、続きましてはこちらになります。体温マウンテンリバーシブルダウンボアマフラーになります。まあ、こちらは、表は先ほどと同じナイロンになるんですけど、裏側がフリースではなく、ちょっとごつめのこういったボアになっています。なのでより保温性が高まって、しかもリバーシブルで使えるという優れものですね。まあ、先ほどのちょっと、まあ、ライトな感じに比べてかなりしっかりめな作りになっているので、普段使いプラス、どちらかといえばそのアウトドアとか外でよく使われるという方にはおすすめかもしれないですね、このタイプは。なのでちょっとアクティブに使うのに欲しいなって言われる方には、こちらのリバーシブルのマウンテンラインのタイプはおすすめです。はい、最後はこちらになります。こちらです。タイオンのミリタリーリバーシブルダウンマフラーになります。先ほど紹介したマフラーと同じリバーシブルタイプになりますので、ただちょっと違うのはミリタリーシリーズということで、この表面がリップストップナイロンになっているのと、先ほどのマウンテンタイプと同じボアなんですけど、ちょっとキメの細かいボアになってます。ちょっと好みになるかなと思います。まあ、その名の通り、このシリーズはちょっとミリタリー系を意識したこのステッチだったり素材だったりするんで、どちらかといえばそうですね、アメカジ好きな方とかミリタリーもの好きな方にはおすすめなシリーズになります。
はい、いかがだったでしょうか。今回の、体温おすすめマフラー3選ということで紹介させていただいたんですけど、普段使いで軽く使うんであれば最初のこちらのリバーシブルじゃない通常のダウンマフラーで、しっかりと、まあ、キャンプだったりとかアウトドアメインで使いたいっていう方であれば、こちらのボアのしっかりしたボアのリバーシブルのマウンテンタイプか、そうか、まあ、ちょっと人と違うというか変わった感じ、それから、まあ、アメカジテイスト、さっき言ったミリタリーテイスト好きな方であれば最後に紹介したこのタイプがおすすめかなと思います。言ってダウンなので保温性はもう保証付きというところなので、各々詳しくまた詳細はうちのオリジナルページこちら掲載してますし、そこから購入も可能です。それから、お店の方来ていただければ全て見て試着できること可能なので、ぜひぜひご来店お待ちしてます。それでは本日も弁天町にありますプロトコル大阪にお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、森田の今週の映画になります。お願いします。今回はネットフリックスで、ちょっと久々に見てやっぱり面白いなと思った映画になります。ウォンテッド、こちらちょっと前なんですね、2008年の作品で、アンジェリーナ・ジョリーがバリバリアクションとかやってた時代のやつですね。それとまあもうちょっと渋い系の俳優だったんですけど、ジェームス・マカボイが主演の、いわゆる舐めてた相手が、最強殺戮マシンだった系シリーズなるんですけど、ここはもうこのシリーズはもう大好きで、まあ、主人公が気の弱い、恋人にも友達にも、バカにされて、うだつの上がらない人生を送ってるんですけど、でも実は、お父さんが、凄腕の殺し屋であり自分もその才能を持っているっていうところが途中で分かって、そこからまあ成長していくというか進んでいくっていう話になるんですけど、この映画の見どころはとにかく、まあ、アクションシーンになるんですけど、まあ、カメラワークであったりとかあのアクションの、アイデアというかどのアクション撮ってもなかなか非常にこうスタイリッシュで、当時としては他になかったアクション映画だなっていう1回目の印象がそうだったの で、やっぱり今見ても全然色褪せないというか、やっぱり見てて面白いですし、話自体はとんでもない話なんですけど、アクションシーンに関してはものすごく見ていて爽快なので、アクション好きには多分たまらないんじゃないかなと思います。でさっき言った、まあ、カメラワークの凝り方なんですけども、最後、これネタバレになるんでそこは言わないですけど、最後の例のシーンっていうのが、まあ、ワンカットで撮ってるように見せてるんですけど、それが非常に、ちょっと小気味良いキレのいいシーンなので、最後のクライマックスに持ってきて、バッチリかなっていうような感じをしますし、これねすごい続編期待してたんですけど、まあどうやら全然なさそうなんで、まあ、この1本で終わりでもいいのかなと思うんですけど、まあアクション好きで未見の方、このウォンテッドは本当に、見て損はないと僕は思いますんで、ぜひぜひよかったら見てみてください。今回はウォンテッドでした。